どうしちゃった？福良さんなんかかけちゃって。あ、僕ですか。やっぱりね。シャネルか？シャネルですね。いや、やっぱり調子のわけじゃないですけどね。どうしたの？大音量になりましたしね。あ、大音量になりましたね。やっぱりちょっと夢見せてあげなあかんかなと思って。サングラスも絵のつけといたろう思って。めっちゃ有名の見せ方やな。やっぱ1500万打ったらな。まあね。一晩向けたんやろな。ポンポーン。あ、これ違うんだ。ワッチャシェイ、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 ワッそのまま行くの？当分これで行こうか。ああ、ほんま。まあまあ、チョリニーもね、これから夢見せていこうかなと。あ、ほんま。思ってます。ありがとうございます。それでは行きましょうか。はい。今回の企画なんですけど、ホストが好きな女性はどういう女性なんだーよまあね、やってますけども、はいはい、僕たちホスト側が女の人をね、どういう感じの女の人が好きなのかというのを僕アンケート取ってきました。はいはい、せっかく歌舞伎町にね、限定出勤してるんで、どんな人が好きなんかなと。まあ僕らやったら身内になっちゃうから、普通の、そうそう、ホストの人はどういう女性がね、まあ見た目の、はい、見た目の問題よ。服装とか、はいはい、髪型とか、どういうのが好きなんかなっていうのを聞いてきて、まあランキング第3位ぐらいまで作ってあるんで発表していこうかな。ちなみにやけど、どんな人やと思う？ランキング3は。ランキング3、3位とか。第3位。3位は、うん、系統みたいな感じですか？系統やな。うん、ギャル。ああ、ギャルな。はい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 。もうどの世代にも受けるよね。うん、好きな子は好きやと思う。まあ第3位いきましょうか。それでは第3位いきます。はい、第3位はですね、お姉様系でございます。第3位。おお、よいしょ。まあ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 ね、まあまあまあ、まだな、駆け上げてる系ってことですね。せやね、どっちかというとクラブの、まあ、飲み屋さんっぽい。ああ、はいはい、人かな。なんかイメージ、こう、まあ、絵にちょっと描いてもらったんや、どんな感じみたいな。はいはいはい。全然分からなかったよ。いや、そのせや、まあ、それこそそのなんやろ、もう最高級クラブぐらいのね、なんか気品高いお姉さんとか。あ、なんかちょっと上品なね、うん、感じの、品がある感じの。でも僕らが例えば喋ったとしても結構緊張する人多い。手に届かない感じ。そう、緊張すんねん。めっちゃ好きかって言われたら、そういうなんかこう怖いイメージはちょっとあると思う。あ、確かにちょっと接しにくい感じはあるよね。近づきにくいというか、まああれですよね、声かけても無視されるんちゃうかなみたいな。されるな。されますね。多分そういう人はチャラ男系は違うかもしれん。まだ聞いたことないけどね。っていうイメージがあるやん、俺らの中で。そうですね。だから、まあ、厳しいかな、第3位。まあ、よく入ってくれたかなぐらいかな、俺からして。ああ、うん。ではね、第2位行く前にな、せっかくまあ、おとくん来てくれてんやったら、おとくん、どういう、まあ、女の子好きなの？さ、ロリの、バカみたいな。言い方悪い。バカって。バカ？バカ？ちょっとまあ、バカそうだと思う。で、ロリ系。はい、そうね。ははは。まあ、言ったら、君と同じようなバカな感じよね。あがっちーん。全然怒ってない。めっちゃ笑ってたじゃん。ちょっと出てたじゃん。それでは行きましょう。第2位。何？量産型ロリ系。素晴らしい。だからこういうのが多いってことよ。僕みたいな感じが、の人が多かったってことね。俺が聞いた。ほわほわ。MCM みたいなね。あ、そうかな。まあそういう系が好きやみたいな。どっちかって言ったらちょっとアイドルチックな感じの女の子が好きだから。ね、乃木坂。ああ、好きやね。絶対多分好きやと思う。そっち系の人は。ふわふわした感じがね。そうそうそう。俺のイメージはそれが1位やってる。あー、でもそれは分かる。何かしらさ、だってそういう人ら多いやん。歌舞伎町で一番多いっすよね。多い、もうめちゃくちゃ多いから、俺は1位かなと思ったけど、まあ2位で。それを超えるやつがあるんだよね。でもそうそう、それが分からへん。そうっすね、その2個が大体大まかりと分かれてる。ダントツの1番なのか、キワキワの1番なのかで。キワキワの1番です。あ、キワキワの1番。ほんまにちょっともう僅差。まあ第1位いきましょうか。気になるでしょ。第1位、キャバ嬢系女子。来ましたか。まあまあいいですね。イメージ通りかな、これも。めっちゃ嬉しそうに喋ってたもん、兄貴。ちょっとこう巻いてて、ドレスがおっぱい見えそうでみたいな。はいはいはい。聞いてないから、そこまで。あ、クッキー出てなかった。あ、グコン。その人に会いたいの、もう。それ、両男が大変。あ、そうだ。あ、そうだ。お前の音とか全部。いや、ほんまに、でも、俺は正直ロリ系の方が1位やと思っとって、2位がキャバ嬢系かなと思って。なんかでも俺らとは違うくない？ダンラの何系やったっけ？あ、僕はやっぱエッチなお姉さんやから。ああ、まあ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 、まあ、見た目じゃなくてもエロい人やかな。同等ぐらいじゃん。逆に苦手です。大人系の人苦手です。大人系の人は苦手。ああ、まあまあまあ、向こうも苦手やと思う。ガッチーン。まあ逆にでもお二人どういう感じが好きですか？やっぱ色気ある子じゃない？
あー、はいはいはい、あ、ノッポはずっと言うてるな。うん、もうこれはずっと大事にしてる。めっちゃ昔はちっちゃい子好きやったよね。へ、あ、いや、もう それはまあまあある程度変わらへんけど。あー、身長ちっちゃい目がいい。いや、まあ身長っていうのはなんかそこじゃなくなってきたよ、ね、あー、はいはい、もう人が向けてみたいな。人が向けなんすか。ズル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 誰が見んねん。そのシーンだけさ。まあ、俺ももうずっと言ってるけど、ピアノ弾いてそうな人やもんな。まあ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 、指が綺麗みたいな。いや、指じゃない、なんかその品がある人がいい。ああ。なんかつかさつな人いや。白いワンピースやっぱ似合う人ですか。ああ、いいな、ね、ワンピース系やっぱいいね。はいはい、うん、厳しい厳しい。ワンピース系で来られたらちょっと心が厳しくなってくる。絶望ですか。絶望や。でも一人にある人がいいって言ってるけど、はいはい、昔はやっぱそのお客さんなんかちょっとガサガサしてた人多くなかった。ああ、まあまあギャルみたいなやつだろ。イメージやから。ああ、多いよ昔の。それ、そのギャルのあの顔どんな顔やとか知る。うん、そうそう。